やめてください、軍務長。僕たちはあなたと戦う理由がない。それでも命が欲しいと言うなら、僕のをあげます。太陽！それであなたの気が済むなら、ナミさんの恨みが晴れるなら、僕は…軍務長が泥んこになったもん。震えるほど懐かしいって感情がわかるかい？その声。久しぶり。忘れてた。懐かしい。そういう時間を感じる言葉って、10年そこそこの一生じゃ、所詮言葉でしかないよね。実感がない。でもね、まさかノア、ユーニ、リク、ランツ、今の僕は感動的ですらあるんだ。ギョラン、本当に泣きたいくらいだよ。ギョラン、お前。ギョラン、知っているの？いえ、知ってる。そう、ギョラン、あの瓦礫と炎の中、アグヌスとの戦闘で死んだ昔の仲間。だけど、本当なのか？そんなことが。あの記憶が間違いでない限り。ノア？ヨラン！お前、あのヨランなのか？生きていたのか？生きていた？違うね。死んだんだよ、僕は。あの時だからこうしていられる。僕の名はジェイ。僕はメビウスになったんだ。メビウスだって？ヨラン、おかげでこの力を手に入れた。僕はね、人の記憶を泥人形に移し替えることができるんだ。泥人形に移し替える？だっていやだ。俺はまだ。こんなところで死にたくない。だから嫌だって言ったんだ。なのに無理やり。ひどいよ。私たちだけを戦わせて。体は泥でも思いは本人そのものさ。心がないから明け透けの言葉で語るけどね。ヨラン、本当言うとね、こんな雑魚たちじゃなくて、ノアやユーニやランツを人形にしたかったんだ。その涼やかな顔からどんな言葉が出てくるのか
聞きたかったな。君らがウロボロスでなけりゃな。お前そんなやつじゃなかっただろう。どうしちまったんだよ。僕の何を知ってたっていうの。何も知らないくせに。これが僕なんだよ、ユーニ。本当の僕だ。隠す必要なんてない。ありのままでいいんだ。メビウスになって僕は絶好調なのさ。だから感じてよ、僕の喜びを、僕のこの高まりを。